こんにちは、大チャンネルです。今日はパパがあるものを買ってくれたので、そちらを紹介したいと思います。私がずっと欲しくて、何、入れ物だけ買ってた入れ物だけ買ってて、いつかお金が入ったら買おうかなって、余裕ができたらちょっと買おうかなって思ってたやつなんですけど、なんかワンちゃんってさ、うちはまだほらしつけもさ、そこまでさ、厳しくできてないし、いつ脱走するかわかんないじゃん。第1回脱走したからね、宅配便の、ああそうだ、俺が宅配便出てたら玄関でそのままバーって出て、バーバー家の方に、そうそう、隣のバーバー家の方をぐるっと回ってまた玄関に戻ってきて、そこで相当捕まえれたけど、やばかったよね。やばかった、ね、危なかった。そう、なんかさ、麦はさ、まださ降りる恐怖、まだその外に出る恐怖があるから、玄関のさ、そのちょっとの段差降りないじゃん、ライはもう人が来るともう誰でも嬉しくて、もうどんな人でも出てたんだよね、出ようとしたんだよね。それでさ、柵の設置も考えてるんだけど、それもまだできてなくて、でなんかそのさ、脱走はさ、こっちの責任だよもちろん、だけどそれ以外にも、例えば災害が起きた時とか、その地震でさ、窓割れたとかさ、それでさ、こう離れ離れになっちゃう可能性あるじゃん、ライト麦と。でその時になんかもうその脱走しちゃった時と同じようにさ、どこにいるか分かんなくなっちゃった時に、私はもうこれが欲しくて、それがこちら、これなんだっけ、エアータグ、映ってる、エアータグなんですけど、こんなのさ、できんの知らなかったんだけど、パコがさ、かわいいと麦って名前まで入っちゃってさ、すごくないこれ。でこれをね、入れ物だけ買ってたっていうのはこちらこちらカラーが選べなくて本当は青とかさ、なんか黒とかさ、黒あったかわかんないけど、そういうのが欲しかったけど、まさかの赤届いちゃってさ、それでこちら、シーンで購入したこのタグケースみたいな、でこちらをさ、こうやって入れるんでしょ、こんな感じ、いいじゃんねこれをこうやって首輪でライガーつけて、脱走しちゃった時とか、はぐれちゃった時とかに、どこにお尻の穴がついた、どこにいるか分かるよっていうやつになります、で今回はパパがこちらを買ってくれました。名前入りだな、名前入りなんて初めて知ったんだけど、これどこで買ったの？アップルの公式ストアだとアップル製品名前入れれるんだよ。へえ、そうなんだ。そうアマゾンでしか見たことなかったから知らなかった。無料でその何、好きな文字とかデザインみたいな。デザイン、へえ。おいでほらね、おいで来ないんだよ、うちの子まだ。来たよはいドラえもんだよねどう見てもドラえもんカラーだよね、真ん中に鼻ポッチあってさどう、あ、でもいいじゃん、ね。でさ、エアタグって私もうちょい大きいの想像してたの、だけどさ、こんな感じなんだね。500円玉ぐらい、でもそこまで重くもないし、良さそうな感じね。そうだね。です、大ちゃん似合うじゃん、エアタグがね。これでさ、ちょっと安心だね。そうだ、麦は早くクリワと速急にこれつけるやつ買っていこうと思います。これからちょっとエアタグ活用して、まだ登録してないから、パパに登録してもらって、やっていきたいと思います。はい、じゃあパパありがとうということで、今回の動画はここまでにしたいと思います。それではこの動画がいいねと思った方は、高評価とコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします